マット界の活性化を目指す男、奥村茂雄の入場であります。頑張れ！シングルマッチ、時間無制限、一本勝負を行います。青コーナー、奥村、全日本プロレス、奥村、230パウンド、奥村、奥村、しげー、奥村、いけ奥村。赤コーナー、頑張れ、 ROD、 頑張れ、305パウンド、ディエロー、頑張れ、ガンガンいけ、頑張れ。レフリー和田恭平。打ち鳴らせ、今ゴングだ。さあ放送席、解説は桃田さんにお越しいただいております。一言両者を見ていただいて感想をお願いいたします。そうですね、両選手とも肌ツヤがいいですね。いい練習してきたんじゃないですか。ああそうですか。蹴りを見舞ってまいります。抱えます。ブレンバスターで切り返します。ロックアップ、ロープに振ってバックからスリーパーに入ります。腕を取ります。チキンウィングに固めてまいります。組みに行きます。ラックバダル、カバーに入ります。返してまいります。腕をフックします。僕もそうなんですけど、プロというのは常に恐怖感との戦いですよね。だからいかにして精神面をタフにするかっていうことが大事になってきますよね。ああなるほど、そうだったんですか。蹴ってまいります。こういうね、体を使った単純な攻撃っていうのが効くんですよね。ああなるほど。相手を挑発してまいります。足を殺してまいります。組み合います。コーナーに振って、さあ早くもそのパワーファイトは全開といったところでありましょうか。来日を果たした脅威のパワーモンスター、ナンバーワン外国人の座を虎視眈々と狙ってまいります。ラリアット起こした。コーナーに登ってハンマーを落としていく。腕をフックした。シュミット流で倒していった。決まり具合いかがですか。これは綺麗に決まってますよ。ゼロ戦キック、逆肩エビで一気に決めていった。ガチッと組み合った。いやボディスラムで投げつける。ストンピング、いけるか。コブラツイストに持っていった。抜くのか。パワーボムが決まった。もうこれは闘争本能ですね。もう記憶は飛んじゃってると思いますよ。組み合った。いや
正面から投げを見舞った。ストンピングを叩き込む。掴んだ。おっと腕を決めていった。チョップ強烈。首根っこを掴んだ。あっとエルボー。ヘッドでいった。打ってる方も辛いはずですよ。はい、正面から投げていった。蹴り上げていく。組み合った。場外に落とした。場外に移行した。頭を掴んで弓を引く鉄拳。奥歯を噛みしめた。今よく切り返しましたね。あのね、今のはもうとっさのひらめきですよ。リングに戻ります。いけるか。ロープに振って、抱えた。させません。すごい顔で打つ。掴んだ。小気味のいいジャブを打っていく。一気に決めていった。ガチッと組み合った。ロープに振った。ここで自分の中に持っていきたいですね。シュミット流で倒していった。トップロープを奪う。